スペイン北東部にあるカタルーニャ州この港ではスペインカタルーニャ州で生産されるワインを取り上げる。カタランワインという名称はスペインのカタルーニャ州で生産されるワイン以外にルシオン地方のフランス領カタルーニャで生産されるワインに使用されることもある。カタルーニャ州とバルセロナ自体はワイン産地ではないがこの地域の主要な消費者市場を持ちバルセロナ港は カタルーニャ地方産ワインの輸出港として機能している。この地域はワイン生産の長い伝統を持つ。1870年には、ラベントス家のホセラベントスが、バルセロナ近郊のサンサドゥルニダの屋で、スパークリングワインのカバを生み出し、ホセラベントスは、後に、コドル入社を創設した。19世紀と20世紀の変わり目には、スペインで初めてステンレス製発酵タンクを採用した。 ワイン産地として世界の高品質ワイン生産の舞台に登場したスペインワインの先方に立った。カタルーニア州は重要なコルク産地でもある。カタルーニア州はスペイン北東部の地中海沿岸に位置しており、地中海性気候の影響を強く受けている。地中海沿岸部は温暖で一定の降水量があるが内陸部に入るにつれて気候は乾燥する。 カタルーニャの原産地故障認定地域の大部分は、ムンサラートの特徴的な形状のピークの南側に位置し、州都バルセロナの北側や、スペインフランス国境に近いピレンレー山脈の南陸に位置するブドウ畑は少ない。この地域は、地中海岸沿いの低地の温暖な気候と、標高610メートル以上の高地の冷涼な気候の双方に特徴づけられる。 この地域の土壌は多様だが、主にお奇跡土や粘土石を含んだ石灰質の堆積物からなる。この地域で最も評価の高いブドウ畑の一部は石灰岩の堆積層の上にある。ミゲルトーレス社のワイナリーギリシア神話に登場するヘイラクレースの敵だった3頭の巨人ヘリオンがカタルーニャ地方にブドウをもたらしたとする伝承がある。考古学的証拠によると、 帝政ローマがこの地域を支配する数百年前にフェニキア人がワイン生産を導入した。この地域からはアンフォーラの破片が出土しており、フェニキア人がエジプト人との間でカタルーニャ産ワインを交易していたことを示唆している。ローマ人はカタルーニャのワイン生産の発展に大きな影響を与え、特に当時の中心都市だったタラコ周辺でワイン産業が発展した。 4世紀にはローマ帝国が崩壊。8世紀初頭にアラブ人がカタルーニャ地域に達するとカタルーニャのワイン生産量は大きく減少しワイン生産が本格的に再開されるまで数百年間かかった。14世紀にはフランシスコ修道会の著作家であるフランセスコ・アシメニスがカタルーニャ産ワインを高品質ではあるが強烈で濃厚でアルコール度数が高い。 字には水で薄める必要があると書いた。コドルニウケは1551年にすでに上流ワインを生産していた記録があり、トーレスケは17世紀からこの地域にブドウ畑を所有していた。カタルーニャさんワイン産業の転換点は1860年代にフランスのブドウ畑でフィローキセラが流行した際だった。フランスでは 国産ワインが深刻な欠乏状態にあり、フランスの消費者は好んで、リオハワインとカタルーニャ産ワインを輸入した。1872年には、ペネデス地域で、スパークリングワインのカバが生み出され、やがてカバは国際的にも認められた。フランスより遅れて19世紀末に、フィローキセラがこの地域を襲った際、カタルーニャのブドウ畑の80%は、 黒ぶどう品種で構成されていたが、病害の影響を受けた黒ぶどう品種の代議の代替物として、白ぶどう品種を用いるカバ産業の成長が白ぶどうへの植え替えを奨励した。今日、この地域のぶどう畑の70%は白ぶどう品種が占めている。20世紀にはカタルーニャのワイン産業がスペインのワイン革命を経営し、現代的なワイン生産技術の採用や、 土着種から国際品種への植え替えなどが行われた。1979年にフランスのゴーミヨシが主催したワインオリンピックではミゲルトーレス社が国際的な注目を集めた。ミゲルトーレス社はカベルネソービニオン種、テンプラニーリョダネ、モナストレルダネをブレンドしたグランコロナスクロラベルを密かにボルドー格付け畑部門に出品し、その部門で優勝してしまったのである。 チャレロダヌカタルーニャ地方で生産されるワインには、スパークリングワインのカバ、辛口の白ワイン、ブドウの色から黒ワインとも呼ばれる力強い赤ワインがある。この地方のワイン産業最大の貢献者は、スパークリングワインであり、続いて白ワイン、赤ワインである。この地方で生産されるワインの大部分は数品種がブレンドされているが、 いくつかの品種は、セッパージュワインとして生産される。カバ、または、白ワイン用の品種には、マカベオシュ、パレラーダダネ、シャレロダネなどがあり、赤ワイン用の品種には、ガルナッチャダネ、モナストレルダネ、テンプラニーリョダネなどがある。マカベオシュは、発芽が遅く、春季に損害を受けにくい。香りの強いチャレロダネは低標高の畑に適しており、 ニュートラルな味わいのパレラーダダネはリンゴのような爽やかさをワインにもたらす。カバの熟成スペインで初めてスパークリングワインが生産されたのは1851年のことである。1860年代にはホセラベントスがヨーロッパ中を旅しコドルニウケのスティルワインを売り歩いた。ホセラベントスはフランスのシャンパーニュ地方でスペイン産。 スパークリングワインの可能性を見出し、シャンパン同様の製造方法を用いて、スパークリングワインの生産に成功した。カバの生産には主に土着種のマカベオ種、パレラダダネ、チャレロダネが用いられる。カバはチャンパンもしくはチャンパニーと呼ばれていたが、欧州連合がシャンパンを保護地理的表示の対象としたことでそれらの故障を用いることが禁止され、カタルーニャのワイン生産者は、 カタルーニャ語でワインセラーを意味するカバを新たな故障に定めた。スペインのワイン法はカバの生産をスペイン全土の計159自治体に認可しているが実際にはカバの95%はペネデス地域で生産されている。認可されたワイン産地で伝統的なシャンパーニャ方式を用いて生産されたスパークリングワインのみがカバと呼ばれ。 その他の方式を用いて生産されたワインは単にスペインのスパークリングワインと呼ばれる。白ブドウで生産したスパークリングワインにカベルネ装備に4種、ガルナッチャダネ、モナストレルダネで生産した赤のスティルワインを加えることで少量ながらロゼのカバも生産されている。1981年にはシャルドネシュを用いたカバが初めて生産された。カバの生産者は スパークリングワイン生産にジャイロパレットを導入して技術革新を行った先駆者である。スパークリングワインの生産過程では檻を除去してコルクセンをする前に檻をボトルの首部分に溜めるルミアージュという作業を行う必要があるがそれまで人力で行っていたルミアージュを自動で行う回転大型機械装置がジャイロパレットである。 カタルーニャ州のワイン産地カタルーニャ州には11の原産地故障認定産地、1の特別原産地故障認定産地がある。カタルーニャはカタルーニャ州内の原産地故障認定ワインの指定に該当しないワインのために領域全体をカバーする原産地故障名称である。カタルーニャ州の州とバルセロナに近いアレイリアは栽培面積、生産量ともに スペインで最も小規模な原産地故障認定産地の一つである。南西にあるバルセロナの巨大な市場に依存する産地であり、また、バルセロナ都市圏の郊外化で大きな影響を受けた産地である。歴史、アレイヤは、軽快で上品な果実味を持つワインを生産したため、19世紀末から20世紀初頭の時期にバルセロナの社交界でもてはやされた。 1932年には原産地故障認定され、1955年には原産地故障規約が国家の承認を受けた。1960年代以降にはバルセロナの通勤圏に吸収され、またこの地域の農業の中心がワイン生産から柿栽培にとって変わった。ブドウ畑は急速に減少し、減損するブドウ畑は九百五十年代に約一。 であるとされる。農地不足や生産コストの高騰などによって、アレイラのワイン産地としての可能性には限界があるとされる。品種アレイラでは、多く損で熟成させた甘口ワインから低温発酵させた辛口ワインまで、多様な白ワインの生産で知られている。この地域の優先種はパンサブランカ種であり、パンサブランカとはチャレロダネのこの地域での故障である。シャルドネ種や。 シュナンブランシュなどの国際品種もある。低度栽培されており、ステルワインとカバの生産に使用されている。コンカナ・バルバラは、クステスダル・セグラ、ペネデス、タラゴナの間に位置し、ブドウ畑は、標高約490メートルに広がっている。夏季の昼間は暑く、近くからの海風によって夜間は涼しいが、冬季は寒い。石灰湿度上で、カベルネソービニオン種、シャルドネ種、 イノノワール種が栽培されており、スティルワイン、または、カバの生産に使用されている。ロゼワインは固有種のトレパット種から生産されている。コンカダバルバラには、ミゲル・トーレス社のワイナリーの一つがあり、スペイン最高クラスの赤ワインを生産している。クステスダル・セグラは、カタルーニア州で、最も内陸にある、ワイン産地であり、リエイラ県南部、セグラ川沿いに位置している。 非常に乾燥した気候であり、年光水量は3 8 5ト、mm、ルから4 5 0ト、mm、ルである。寒く凍える冬季、摂氏35度を超える暑い夏季と1年の間に極端な温度変化がある。歴史、クステスダルセグラには、スペイン産ワイン、またはカタルーニャ産ワインの革新の機種の役割を担った歴史がある。スペインで最も早く、 カベルネソービニオン種やセミオン種などの国際品種を導入したカステーダル・ラメー社時期を限定した考えで乾燥したこの地でも高品質ブドウの収穫を可能としたライマット社という二つの先駆的企業が拠点を置いている産地であるクステスダル・セグラにはカタルーニャ風というよりも新世界風のワインが多いとされる2社以外にボトルワインを生産するワイナリーはほとんど 存在しなかったが、ライマット社が主導して1980年代に原産地故障認定に向けて動き、1986年にカタルーニア州の認可を、1988年に国家の追認を受けた。1998年と2005年には自治体の追加が行われており、クステスダルセグラはリエイダ周辺に7つのサブリージョンが飛び地上に存在する、 原産地故障産地となった。ライマット社は、カバの生産で知られる、コドル入社参加の企業であり、クステスガルセグラで栽培されたブドウの大部分は、カバの生産に用いられる。品種この地域のブドウ栽培には、エブロ川による考えが不可欠であり、カベルネソービニオン種、シャルドネ種、マカベオ種、メルロー種、パレラーダダ,ダネ、ピノノワール種、テンプラニーリョダネが栽培されている。 アンプルダは、カタルーニャ州北東端のピレネー山脈山麓に位置し、山脈を挟んで、フランスのルシオン地方と接している。カタルーニャ州の多山地同様に地中海性気候で、あるが、多山地に比べて、気温の変化が穏やかである。トラモンタンと呼ばれる強烈な北風の影響を強く受け、古くから糸杉などの暴風林を必要とした。一方で、トラモンタンは、遭害や、 病害の危険性を緩和している。歴史紀元前7世紀頃には、東地中海産のワインが、ギリシャ人の植民都市、アンプリアスにもたらされ、紀元前2世紀には、ギリシャ人とカルタゴ人によってこの地に、ブドウ栽培がもたらされた。中世には、修道院によって、ワインが生産され、ライモンペラダのバスは1130年に、カタルーニャ地方発のワイン醸造学賞を表した。 フランシスコ海修道士のフランセスク・アシメニスはモスカテル酒で生産したアンプルダのワインに言及しており、ポルトベンドラスの修道士はカルナッチャダネで生産したアンプルダのワインに言及している。アンプルダではこの時期から良品種を用いた甘口ワインが特産だった。かつてアンプルダのドウ畑はコスタブラバの海岸に面した急斜面にあり、船で海から上陸して、 ブドウの手入れを行っていたが、ブドウ畑は徐々にピレネー山脈の山麓に移った。19世紀中頃にフランスがフィロキセラの流行で被害を受けると、カタルーニャ地方で最もフランスに近いアンプルダはフランスへの輸出で活況を停止した。しかし、スペインで最も早くにフィロキセラの影響を受けた地域もアンプルダであり、トラモンタンでさえもこの薬病を妨げることは、 できなかった。フィロキセラは1879年にピラニエ山脈を越えてアンプルダに侵入し、多くの人々がフランスから南進したフィロキセラの進展を観察、分析したが、結局アンプルダ地域のワイン産業全体が破壊された。第一次世界大戦期にはフランスやスイスへの輸出でアンプルダのワイン業界は潤い、 第一次大戦終結後の1923年には、現在のアンプルダ最大の生産者であるカスティーリョ、パララダ社が設立された。しかしアンプルダのワイン生産が、フィロキセラ以前の勢いを取り戻すことはなく、ブドウ畑で植え替えが進んだのは20世紀後半から21世紀初頭になってからのことである。1960年代には、原産地故障認定に向けた準備が進み、 1975年には、アンプルダ・コスタ・ブラバという名称で正式に、デノミナシオンで、オリヘンの原産地古障に認定された。当初は、あるアンプルダ軍のうちフィゲラスイ北の37自治体が産地として認定されたが、2006年に、バッシュアンプルダ軍の13自治体が追加され、原産地古障名称が、アンプルダに変更された。品種ブドウ畑の総面積は、 約2500ヘクタールであり、26あるワイナリーは、量より質を重視しているとされる。この地域の優先種は、ガルナッチャダネとカリニエのダネである。この核となる2品種は、カベルネソービニオン種、メルロー種、シラー種などの国際品種とともに、赤ワインに使用され、またかなりの量のロゼワインにも使用される。ガルナッチャダネはこの地域の名産である。 デザートワインを生産する際にも使用される。近年には白ワインの生産量がかなり増加している。タラゴナ県ファルセットを中心とするモンさんはタラゴナの偉大なワインとモンさん地域のワインを区別するために2001年に認定された。高知にあるモンさんは傾斜のきついドウ畑に沿って植えられたガルナッチャとカリニエナ種のフルジュが特筆される。 プラダ・バジャスはバルセロナ県の内陸部バルセロナのマキタに位置する産地であり中心にはマンレザがある。歴史1890年頃のバジャス郡には約2万8000ヘクタールものブドウ畑が存在しブドウ畑に設置した発酵層で収穫直後に醸造を行っていた。1890年以後のフィロキセラの影響も小規模に食い止め1920年頃までは 約2万ヘクタールのブドウ畑を維持していたが、20世紀前半には繊維産業がワイン産業から労働力を奪い、1950年代には約5000ヘクタールにまで激減した。1960年代以降にはサービス産業が繊維産業にとって変わり、1986年の欧州諸共同体加盟もブドウ畑の減少に拍車をかけた。 ワイン産業の衰退を食い止めるべく、高品質化を進めるため、1990年に地域指定テーブルワインプラダ・バジャスが認定され、1997年には原産地故障産地に認定された。品種近くのペネデスで栽培される品種の多くを栽培しており、ピカポル種などの個性的な品種も栽培しているが、カベルネソービニオン種やメルロー種などのような国際品種により、 重点を置いている。この産地で生産されるワインは地元での消費率が高い。タラゴナは地中海沿岸の都市タラゴナの周辺にあるワイン産地であり、古代ローマ時代からカタルーニャでのワイン生産の中心地であった。歴史の大部分では、ポートワイン同様の手法で甘口、赤の主成強化ワインを生産していたことで知られる。歴史1976年の 原産地故障認定に先立つ1960年代、この地域は、辛口白ワインの生産への転換を開始し、また生態配慮のために、カトリック教会で使用される、精霊天ワインの生産を開始した。内陸部の丘陵地では、カバ用の白ブドウを、海岸沿いの東部では重い甘口赤ワインを大規模に生産している。テラアルタは、カタルーニャ州の最南端に位置する、 ワイン産地であり、最も山がちな産地である。テラアルタとは、高地を意味する。プリオラートやモン酸の南西に位置し、プリオラートとワイン生産の歴史を共有している。品種郷のテラアルタは、カルナッチャブランカ種の白ワイン、生産量が増加中の赤ワインで知られる。白ワインは、カルナッチャブランカ種の特徴がよく現れた、フルボディのワインとなり、赤ワイン用品種は、 外来種からガルナッチャティンタ種に切り替えている途中である。ペネデス地域で生産されたカバペネデス地域はカタルーニア州で最も面積が広く最もワイン生産量の多いワイン産地である。ペネデス地域はカバが生まれた土地である。ワイン生産の長い歴史を有しており、バルセロナへの距離の近さは輸出市場での利点となった。 19世紀後半にはスペインで初めて大規模な商業ワイン生産を実現した産地の一つであり、特にフィロキセラの流行に苦しんでいたフランスへの輸出を行った。1960年代から1970年代にはペネデス地域がスペインのワイン産業における技術革新を牽引し、温度制御機能を有するステンレス鋼発光タンクを初めて導入した産地となった。 また栽培する品種を増やし、カベルネ・ソービニオン種、シャルドネ種、ゲビュル・ツトラミネールダネ、メルロー種、ピノノワール種、リースリング種、ソービニオン・ブラン種などの品種のクローンセレクションによって、株の改良を行った。ペネデス地域は3ゾーンに分割できる。低地のバッチパナデス、海岸部と山岳部の中間に位置する、メディオパナデス、高地のアルトパナデスである。 最も温暖なバッチパナデスは、アルベンドレイの街を中心としており、コスタ・ダウラーダの海岸線に面して広がっている。マルバシア種やモスカテイ、アレシャンドリアダネを用いた、主性強化ワインで知られるが、カリニエナダネ、ガルナッチャダネ、モナストレルダネを用いた赤のスティルワインの評価も高まっている。メディオパナデスは、標高約百九十メートルの幅の広い谷に位置し、 中心となる、ビラフランカダルパナデスの街には、ミゲルトーレス社の大規模なワイナリーが存在する。一方で、カバの大手生産者である、フレシネ社やコドルニュー社のワイナリーは、ビラフランカデルパナデスの近隣のサンサドルニダのヤに存在する。メディオパナデスは、ペネデスの総生産量の約60%を占め、主にマカベオシとジャレロダメを栽培している。 伝統的にカバの生産には、マカベオ種、パレラーダ種、チャレロダネが用いられるが、シャルドネ種、ピノノワール種の使用も増加している。メディオパナデスでは、カベルネソービニオン種や、天ぷらニーリョ種のこの地域での故障である、ウイダリアブラ種を用いた赤のスティルワインの生産量も増加している。アルトパナデスは、中央盆地を囲む山脈のふもとに位置し、 ペネデス地域で最も冷涼な地域である。あるとペネデスでは主に白ブドウのパレアーダダネが栽培されている。プリオラートの赤ワイン1163年に設立されたカルトジオ修道会の修道士が、プリオラート地域ではブドウを植え、プリオラート地域では12世紀からワインを生産している。カタルーニャ語で小修道院はであり、この単語が地名の由来となった。この地域は、 カリニエナダネとガルナッチャダネを主体としたワインで知られ、1エーカーあたり0.3トンという低収量のフルジュからワインが生み出される。この地域の牡蠣はとても厚くブドウが完熟するため、生産されるワインのアルコール度数は18%にまで達する。認可されているアルコール度数の加減は13%である。この地域特有の石英やスレートからなる。 リコレーリャ土壌はとりわけ痩せた土壌であり、ブドウの収量が制限される。ブドウ畑は急斜面に位置しており、機械収穫には完全に不向きである。未だ、プリオラートには修道院の影響が残っており、ブルゴーニュの特急畑にグランクリという説当時がついているように、プリオラートの高品質ブドウ畑の多くには、この地域のアイン生産の歴史の初期から畑が、 存在する証として、クロスというセット字がついている。年光水量は406ミ、mm、リメートルに満たないが、冷量な気候やリコレイや土壌の湿っぽい性質のために地域の大部分では考えが使用されていない。ブドウの根は障害となるスレート室をくぐり抜け、地下30メートルまでにある地下水脈に達する。プリオラートでは、どのワイナリーも、 現代的な醸造技術と醸造設備を取り入れている。主要なワイナリーには、クロスモガドール、セジールスカラデー、アルバロパラシオス、マスマルティネビティクルトオルスなどがある。スペインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリヘンで最上級の特選原産地故障に認定されている産地は、プリオラートとリオハの2産地のみである。ありがとうございます。